ちっちゃいのがアワビってことですか。タニシだと思っちゃいますよね。パンは作れますか。これは難しいんじゃないですか。すごいな、これが数年後には何万になるんだよね。巻いてきていいですか。めちゃくちゃちっちゃいサンマ、はい、じゃあこれをカモメの一番弱そうなやつにあげます。お願いします。わーすごいすごい。結局やっぱり一番大きいやつ取られましたね。やっぱり弱肉強食ですからね。深いのでなかなかその種を取るっていうのは難しくて、テクニックで宮城は遠浅なので、結局種がいっぱいのところにこのホタテの殻をドーンとつけると勝手に種がつくっていう、そういう感じ。回しました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は10月6日最終日なんですけれども、はい、大谷海岸っていう道の駅に到着しまして、ここからもう仙台空港に帰っちゃうんですけど、なんとサメカツサンドをなんと福井さんが見つけて、福井さんに試食してもらいましょう。私がやるよ。いいですか。はい、サメカツサンドです。あ、すごい弾力が。どんな感じですか。なんかね、うん、魚じゃない。魚じゃない、肉を食っている。へえ、結構しっかりしてる感じですか。しっかりしてる。この方いただきます。はい、本当だ。へえ、肉だな。肉カツサンドみたいな。ああ、本当に普通の魚じゃないですか。魚じゃない。結構分厚いですよね、それ。分厚い。だいぶ分厚いから食べ応えありそうですね。普通のカツよりかはさっぱりしょっぱい。へえ。カモメの卵。名前がいいですね。本社の皆さん、トラノスの皆さんからに一応お土産で買ってきます。あ、ありがとうございます。あと3分で出発なんですけど、この岩手県に来て思ったのが、自分たちが結構恵まれた環境で働けてるなという。あ、確かにそうですね。なんかもう真っさらになっちゃってさ、復興してとかね、はい、すごいパワーが必要だったんだろうなっていうのと、あと岩手の地元の人たちがさ、はい、笑ってる顔を見るだけでね、年のせいなのかちょっと泣きそうなんですね。あの復興用 の、 あのパネル展示のやつで社長泣きそうになってましたもんね。わかりました。見れなかったですね。です。なので、あの得るものはものすごい大きかったですね。はい、そうですね。水産物とかではなくて、お餅の方が僕は得るものが多かったと思います。はい、福井さんはどうでしたか。うん、ですね、やっぱしあの防波堤とかで見ると、うん、あ、やっぱ本当に、まあ、まだ12年。うん、しか変わってないのか、12年経ってようやくここまで来たのかっていう感じはありますね。なんで、まあ、こういうことで少しでも私たちが応援に行けることがあるので、ずっと継続してやっていきたいなとは思っています。ここでね、あのクイズです。クイズ急に来ました。陸前高の、防波堤の高さは何メートルでしょう。12メートル。そう、よく覚えてましたね。高い
12m って電柱よりも高いなかったりする。あ、怖いですね、きっと。すごかったですね、あれは、うん、低いところでも6m、7m とかありましたね、はい、しかも壁の厚さは 2m ぐらいだったすごかったですね。あ、でもよし、じゃあバスに行きましょう。はい、行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。